GM チャンネルスタッフ。今回は DD コングを使ってやっていきたいと思います。 VIP ルームです。 DD コングは基本あまり変わってないです。本当に速くなった。ただ滑り投げができなくなりましたね。バナナの滑り投げ、バナナの滑り投げができなくなりましたと。前はジャンプと A ボタン同調しで滑り投げっていうのができたんですけど、今作はできなくなってますね。普通にこう投げてガランドーンと。コンボ自体は基本的にあまり変わってないですが、こっからのなかなか入りづらくなりました。これ多分繋がってないですね。下強上スマが繋がらなくなったっていう。あと根元だとめっちゃ飛ぶようになったんで、これ繋がらなくなりました。まあパーセントかな、パーセントが高いのかな。これは繋がってるか。だから他のバースト手段を考えないといけないという感じです。はい、やっていきましょう。さあシュルクか、やだな。シュルクは5分3ストって5分3ストってなんやね。これ長いんだよな。早っ。取れないか。やべ、危ねえ。なかなか、飛ばなくなってんな。お？お？いや飛びすぎ。おお、クエネ、クエネの判定が広いから。ジャンプ、うわーマジかよ。なんか今回 DD コング貯めると、貯めると飛ばないみたいな。ぶっぱどくやん。飛ばないか、なかなか飛びませんな。待ってました。横 B が出なかったんですけど。早っ。これ多分投げられても、おいしい。あへー、うわ、あそこ攻めてきましたね。
反応できないんだよな。うわマジか。あれ今ジャックじゃなかったよ。ジャックじゃなかったんだけどな。かくん引っかくんだ。オッケー持ってった。あっぷねー。シュルか難しいな本当に。です。小質質が早すぎる。質が早すぎるな。さあロイ、ロイです。7スト2分で7スト2分って微妙な。これジャンプある。あ、いけー。これ復帰阻止ありかな。あー無理だ。違う、このベクトルは無理でしょ。オッケー、今のプレッシャーを与えたおかげでやっていく。見てるね。これは安定の空上かな。いやちょっと待ってよすごいな。オッケー。いやーただ単純にこれメテオ決めづらかったな、いろいろ。キャラの移動速度が全体的に Wii U より多分どのキャラも上がってるんですよ。で復帰の速度と復帰の速度って言えばいいのかな、それも上がってるんで非常に狩りづらい。というわけで109万に乗せましたね。とりあえず今回はこれにて終わりにしたいと思います。 DD の使用感としてはなるな、うん、大体前作と同じ感じで動けますが、撃墜するときに一工夫必要な感じですね。下強から上スマっていうのがなかなか通るキャラと通らないキャラが出てきたような気がする。軽いキャラだとあまり入らないんじゃないかな。どうなんだろう。ベクトルがね変な方向に飛ぶんで斜め上に飛ぶんですよね。まあ斜め上ですね。斜め上に飛ぶし、何かその後入りづらい、入りづらいというか変な、うん、まあそう、上スマ、ダッシュ上スマが届かないポジションに入るんで、かといって空上も怪しい、空後はどうだろうっていう感じになるんで、まあちょっといろいろ開拓していってもらいたいですねプレイヤーたちに僕はあまり開拓っていうのが得意ではないので、まあそこから派生させるっていう方が、その開拓したものからちょっと派生させたりっていう方が僕は自分なりに解釈しやすいのでね、開拓できる人ぜひとも開拓してくださいまだ結局ねどのキャラ触るかっていうのが全然決まってないです。 DD とは言いましたが、DD もちょっとパッとしないですね、個人的には。シークもちょっとどうすればいいのか分かんないんで。まあ、ウルフはね、ちょっと面白いと思って触ってるんですけど、最近。あとはクロム。クロムはちょっと面白い。早いし。クロムはちょっとね、発売前から気になってたんで、どうかなっていうところです。はい。
とりあえず今回は終わりにしたいと思います。この動画が少しでもいいと思ってくれた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからねスマブラ配信もどんどんやっていきますんでよろしくお願いいたします。それでは皆さんさようなら、ありがとうございました。